今日も生きてる。すごいよ、よしい。<laughs> 俺、そんな褒められる生きてるだけで。嬉しい。それだけで褒められるなんて、嬉しい <laughs> よし、パラサイトデイズの続きをやっていこう。 え、前回このよくわかんないガスマスクのおっさんにこの支給品を渡されて僕はそのまま素直に受け取ってしまったらパラコが飲んでしまってパラコが飲んだパラコは飲んでないね。この主人公が飲んでパラコに影響を応募されてたんですけれどあの <laughs>、それで俺この後にこの支給品を落とせることに気づいたんでこれさ、落としましょう。おい何をしてるんだ俺には協力できない。そういうことかはい。協力できませんよ。 間違えて落とした。協力できませんね。僕は今回はしません。フラグ脱走拒否獲得。そうか。分かった。どうやら俺の人選ミスだったようだな。別の協力者うーん、待て待て、どこ行くんだよ。別の協力者を探すことになるぜ。まあ、なんというか、達者でな。はっそれはこっちのセリフだ。お前生き残れんの、本当に。俺はすごい頑張って生き残れる自信はあるけどね。へっあ、ウォッチ。いましたよ、4134号。あこれそっか。 これ落として、もうあいつに協力しないっていう明確な意思表示をすれば気づいてくれんだね。俺前回飲んだ後にちゃんと説明したけど信じてくれなかったもんね。今のは2129号ですね。どうやら彼には重い処分が必要なんです。やっちゃってやっちゃっておい知らんあいつ3人だから。しかし脱走の誘いをきっ張りと断るその姿勢。素晴らしい。素晴らしい実験動物マンシップ。私は感動しました。ブラボーあんま嬉しくないんだけどね。 5本。これからも財団のために精一杯尽くすのですよ。私も全身全霊協力いたします。よっしゃザマメロ 2120! えっと、前回2つのエンディングを見た後に、一度最初からやり直して、ある程度進んできたんですけど、まずこのスキャンをしよう。スキャンして、このステータスを見ると、まあまあな、かす。まあまあな、かすな状態なんですけど、この状態で、ラブードとか免疫力が低い状態で、 成長度をゼロにしたりするとまた別のエンディングが見れるって返したような気がする。えっ、ー、と、前見たのがこのエン,エンド2とエンド3か。で、4が、このヒントを見ると成長度を最大にして、生成物のラブ度があまり高くない、免疫力が絶対高くないやつと、で、5が確か、えっと、ゼロにしてラブ度がそこそこ高い。これをやってこっかなって思うんだけど、まあ、3つくらい見れれば、まあ、今回の動画はめっちゃいいかなっていう感じなんですけど、 えー、まずこの金を見てください。もう、すごいいっぱいあるでしょ。で、俺まずね、皆さんにね、自慢をしたい。俺、すっごくこれ上手くなったから。これね、もう、やばいよ。上手すぎてちょっと、皆さんもいや、早いや、早っってなるから。見ててくださいね。今、皆さんにこの自慢をします。今から自慢タイムですね。見ててください。めっちゃ早いんで。ちょっとさっきのは忘れて、あと、所持金増えてること気にしないで。見てて、今から俺、単純作業試験、真面目モード入るから。 めちゃくちゃ早いから。これだけは自慢できるから、俺。<noise> ということで、さっきの単純作業試験で金がめちゃくちゃ貯まったわけですよ。見てくださいよ。44,993円。で、えっ、ー、と、まず、動画にしない食べ物を食べよう。お味噌汁いいんじゃない味噌汁。 あーまあ体力が10で成長度とラブ度が1。あんまり良くないな。かつて存在していた東方の島国で日常的に食されていたスープ料理。味噌という独自の発酵調味料を使用してり、素朴ながらも深い味わいがある。その島国の人間は味噌汁を与えられないと数日で発狂した。<laughs> 誇張してない数日で発狂した。いや、絶対それは嘘だろ。まあ、これ摂取しよう。 駒の支給品の生成を返しますえー、でもさ、これ多分今回はラブドを上げない方がいいんじゃないかな。エンドを見るために。味噌汁を摂取。でも味噌汁って大事よね。うーん、なんだか不思議な匂い。これがミッソの匂いなんだね。ミッソだっけなんでそれ英語ななんやミッソ妙に落ち着くよ。ミッソの匂いが引き起こすリラクゼーション効果。これは研究の余地がありますね。そもそも。ッソ は、保存が効く上、タンパク質も豊富に含むため、健康にも良く。宿主は味噌汁、好きいや、大好き綺麗、嫌い、綺麗じゃない嫌いな人いるカレーにする。えー、好き。俺のために毎日味噌汁を作ってくれ。うわーえ、でも俺今回ラブドあげない方がいいんだよ。いや、でもあげたいな。いや、でも反応が見たよね、こういうのって。俺のために毎日味噌汁を作ってくれ。作れねえだろ誰で作るんだよ。職種でえ僕は料理なんかできないよ。 4134号はおかしなことを知っていますね。それは大変に古い言葉で結婚してくださいという意味です。あー、なるほどね。今それ、プロポーズの意味でやったのあ、本当にピザ汁関係ないじゃん、それ。プロポーズの意味に使うやつね。え顔分からめんのかええいや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 、これまたさ、やばいんじゃない宿主、それはあの、そういう意味なんか知らなくて言ってるよね。パラコー。 パラコのこの顔をあからめた無表情めっちゃ可愛いんだよな。なんか言ってよ結婚といえば、死が二人を分かつまでという言葉がありますが、あなたたちはどちらかが死なないと別れられないので、結婚してるようなものですね。どうってパラコほわー <laughs> 結構恥ずかしがり屋よねパラコって。結婚僕は江戸主と結婚していたいやしてないしてないぞ かわ <laughs> <可愛>いい <laughs>。戻ってくんのかい <laughs>。って2個だろわかるわかる。ああ、だよね。必ずこの生存するとき必ずこの2個ってするもんね。味噌汁美味しいよね。なんでおでんのペイントもらえんだよ。味噌汁食ったのに。今すぐつけよう。生命力が低下します。速やかに回復することをお勧めしますよ。4134号。うん、えーっと。えーっと、俺は成長度を上げつつ、ラブ度と免疫力をあまり上げない方にしなきゃいけないから、結局、 これね右上に OK で出てる間は多分 OK なんだよねこれで成長力を最大にしようそしたらもうすぐ見れるんじゃないエンディングちょっと見てみようんあれ宿主どうかしたあこれはいけません生命活動が停止していますえあやべえ俺生命力気にしてなかった嘘でしょどうして支給品の選択はもう少し慎重に行うべきでしたね 本人が考える以上に、4134の号の体は弱っていたのです。そんな、やだ。やだあれ、待って待って、これ、エンディング実験マしよう。<laughs> 寄生生物の分離フェーズを開始します。いやだの、シェイ、<laughs> さよなら。<お>ちょ、は <laughs> 何してんねん。<laughs> 何してんねん。<laughs> 直前にやる状態から出げそうぞ <laughs>。ちょっと待って。あの、え なららならら、声のときめきドップラレーだ、出たよ。何んなの、その歌。本ほんとや、生命力ゴミかスやん。いや、俺さっきこの、成長薬を飲んだっけあー、これ生命力下がるやん。これちゃんと見とかなきゃあかんやろ。待てよ。ってことは、結局体力を増えるものを食おう。あ、これいいじゃん。ラブド上がんないし。ラブドがね、なんかなんやかんや結構上がりやすいんだよ。 なんか今までさ、うわ、ラブロどんどん上がれとか言ってたけど、一番上がりやすいのは多分ラブロなんだよね。で、下がりにくいのもラブロなんだよ。まず、この、サンドイッチを摂取しよう。コマンド承認、支給費の生成を開始します。まあ、なんだかんだ、あの、動画内でやった以外の食べ物、俺まだ摂取してないんで、この反応見たいよね。食べよ。結構上がるな。わーい、サンドイッチだあ、知ってんだ、サンドイッチは。宿主は何を挟んだやつが好き 僕はハムとチーズかなあー、まあ、一番オーソロックスなのかなレタスとかかでも、レタスハムチーズとかだよね。あー、なんだろうな。でも、照り焼きサンドとかもあるじゃん。ああいうのいいよね。俺でも、最近一番好きなの、卵サンドかななんか、なんだろう、うコンビニで全然違うよね。卵サンドって。なんか、臭いやつあるよね。たまに。どこのコンビニかは絶対言わないけど、臭い卵サンドあるんだよ。あなたは食べられないではないですか。そうだけどさ、なんだろう。う 色なるほど。そういう好みもありますか。でも4134号はえー、卵、トマト、ゲペロンゼリー。なんだよ、ゲペロンゼリーってなんか前もですよね。ゲペロンゼリーって名前何略せばゲロよ。卵にしよう。<っ>ほうほう。卵は豊富な栄養素を含み、一種の完全栄養食品とも言われています。あこれが完全栄養食品か俺前回あの、バカだったよね。 なんかあの、箱に入ってないやつだぞって言われてたのにずっとキャロリウェイだったよね。選んでたの。炭水化物が豊富なパンに挟むことにより栄養面ではさらに資格がなくなります。なかなかやりますね。4134号。さすが私が見込んだ被検体。被検体、オブ被検体です。お前に褒められてもあ,あんま嬉しくないんだよな。別にそこまで深く考えてないでしょう。被検体、オブ被検体って何さ。いや、ほんとよ。もうなんか、意思疎通だよね。俺とパラコは。なんか突っ込むべきところは同じところな感じがするよね。 え、出せ <laughs> いつも出せ <laughs> えーと、71か。71でエンディングにできんのかなこれ。あ、まだオッケーだ。ってことは、いけるんじゃないか<お>ただこれを摂取すると、ラブ度上がるんだよなぁ。ラブ度が上がっちゃいけねえんだよなぁ。51ってあまり高くないになるのかなぁ。まあまあ高い気するなぁ。いや、でも一回やってみるか。 コマンドショーにこの薬品ははいはいはい。うう,うっ、また成長してる。宿主、死んじゃう。だめだよ。うん、素晴らしい。まさかこの薬品を複数複数回使用する被検査がいるとは。完全に頭がどうかしていますね。いや、止めないでよ。あなたは本当に素晴らしい。4134号。キングオブ被検体あんまりしかない。被検体って呼ぶならめてくんな、ね、まず。ホワイトでいいよ、もうご。ゴミでもいいよ。ゴミかホワイトでいいよ。ゴミとホワイト同じだから。え、これで。 どうなるかだよねこれでエンディングが見れるかどうかだ宿主おめでとうございます4134号寄生生物が成熟段階で入りましたあなたならきっとやってくれると信じていましたとはいえここまでたどり着いた被験体はあなたが初めてではありませんさあ0115がどのような成長を遂げるのかあなたの命の成果を見せてもらいましょう行くな行くなよしヤブドが基準に達しませんでした寄生生物の成長がネガティブでる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 ででる このままでは人類にとって極めて危険な存在になる可能性があります。緊急指紋要請。残念ですが、4134号。危険はし、実験は失敗です。あなた、もろとも終了させていただきます。お、これは、なんだえ、今回何になるんだろう悪魔なのかなまた。あ、また悪魔なんだ。ファイ。既生生物の進化が最悪な方向に進みました。人類保全パートだかとかとかで、え、これ同じもしかして。あ、これこのまま、やっぱ、もう遅いんかい、結局。あれ で、免疫力がクソだから。死んだか。当然だね。あこれ、普通に死ぬエンドなんだ。じじじ。4134号の生命反応消失。寄生生物の処理に失敗しました。僕はこれから地球全体に放射をばらまく。人類はみんな僕の子供に寄生されて死ぬ。誰に求めることはできない。誰にもね。じゃあね、宿主。もう死んでるけどね。ちゃんとペイント見ろよ。水。どう 4134号。あなたが死亡した今、あれを止められる者はいません。ああ。前のエンド確か最後の希望だったもんね。まだ可能性はあったんだ。今回はゼロなんだ。残念ですが、人類は終了しました。残念ですが。実験を終了します。おやすみなさい。実験の終わり。なるほど、これが一番絶望的だね。ああ。 <laughs> お疲れ様。今回はエンディングナンバー4でした。グレちゃった上に宿のまで。ごめんね。うん。軽。4134号の自業自得です。<laughs> うん。確かに。あと7個のエンディングが残ってるよ。すべてのエンディングに到達するまであなたの実験生活は絶ロです。あー、じゃあもう一回やり直すか。おっメガネって自由上がるんだ、ラブドがえ、これちょっとやってみよう。お前の承認支給品の生成を返します。 メガネでラブド上がるってどういうこと別にメガネをかけなくてもいいんだよね、寄生虫ああ。メガネ、あ、待って、落としそう。アップねよかった、大丈夫え、何これメガネ誰の僕のなんでだよねほんとそうだよね <laughs> 必要ないもんね。かけてみて、かけてみてよ。でも似合いそうじゃないフラグ、メガネ、メガネ、メガネ。ええー、なんでいや、いいけどさ、めっちゃ困惑するやん。 こうかなあれこうどの目に合わせたらいいのかよくわかんないや。まあ、いっか。どうやって書けんのてか。俺が手伝うのあ、可愛い,いすっごく可愛い,いえっと、どうかないや、これを声を大きくしていたい。あーい。はい、今、かわいいって言いました。めっちゃ選択肢あるやん。人類の宝芸術的4回泣いたブラボー泣いた感動したファンタスティック泣ける素晴らしい。<laughs> <laughs> 普通に可愛いっていうやつないの地類の宝投げる素晴らしいだろ。そうそうかな <laughs> なんか他の選択肢やってもさ、なんかわざとらしいみたいになりそうじゃないここはシンプルに可愛いでいいのにな。じゃあこのままメガネしとくね。あ,あ、メガネっこなるんだこれから。外したくなったらまた支給品でメガネを選択してください。外すのに金かかんの今度。ふーん。宿主はこういうのが好きなのか。ふーん。可愛い,いな。 笑顔だろいつもの笑顔だろやっぱフラグって大事なんだよねおこれいいやんこの黒いさ枠なかったらいいのにもうすぐ発作が起きそうあっおっったなそういえば、ー、っと次俺が目指すのはえっとエンディング5でラブ度をそこそこ高くして成長度をゼロにするエンディングだから結局これは多分寄生中パラコが死んじゃうエンディングなんだよね ま、それをやるには、結構ね、この、成長度を下げつつ、ラブ度をね、下げ、ま、下げないようにするやつがないんだよ。ビールかタバコなんだよね。で、でも、えっと、タバコにしちゃうと、ラブ度も下がっちゃうから、俺は今一生ビールを飲み続ける。これから。今後ずっと。だからこれ、うん、そう、そうですね。はい。カットしましょう。ただただずっとビールを飲むだけの時間になるんで、僕は。ビールだけ飲む人、俺すごいと思うけどね。 皆さんビールだけ飲めますずっと。永遠に。俺は一杯で十分なんだけどね。え、たのし、これは何か来た。ええ、ヘッか。ええ、ヘッか。これ多分変わってんじゃね楽しい。楽しいね。嫌なことが全部忘れられるよ。ええ、<laughs> なんという。これはなんというか、完全にただの酔っ払いですね。勝てないよ。 僕のどこが酔ってるっていうんですかへぇーいふっはっっ酔っ払った大学生みたいなね。お手本のような酔っ払いです。このはっちゃけっぷり。それだけ日頃の精神的ストレスが蓄積されているということでしょうか。寄生虫ってストレス溜まんのかよああ。なんで僕は寄生虫なんだろう。自立したいよ。<laughs> 好きで寄生してるわけじゃないんだよ。<laughs> なんなんだお前は。 酒が酒が足りない <laughs> おっさんじゃねえかもお酒はほどほどにしないと健康を損ないますよ生きるか死ぬかっていう時にちょっと飲み過ぎだから何だっていうのさそんなの誤差だよ誤差誤差 <laughs> <laughs> そんな高顔みたいに言われても今日はもう飲まない方がいいですねこれはデーカーになるなろ その顔真っ赤状態でああおった酔 <laughs> い一気に冷めるやん <laughs> いやこの状態で俺はビールを飲み続けよういやもうまた歌うんかいやっべやっべ免疫力ゼロだからクソやべやばいこれやばいこれやばいあっ死んだあ死んだ死んだあっ死んだあ待っていけるぞ いけるぞあのえこれ広告見てなんかあれだ発作を延長するやったからもうこれで多分見れるかもしれないパロコにめちゃくちゃビール飲ませてるけどいやビール飲ませてるわけじゃないんだよね俺が飲んでパロコがベロ酔いしてるだけだもんねファンファンファンって顔が一気に戻るとこれで英語は見れるナンバー5いくぞ死んじゃうのかな <laughs> ああ聞こえるか <laughs> 2 1 2 9号のペイント <laughs> あいつ何してんだろうな今ぶ <laughs> しつけようわ衰弱を確認しました生存確定俺が死ぬん死なないんだ今回はえっえー、なんということでしょう既成生,生物が弱っています4134号の生命力の勝利ですラブドがそうそう超えてんだよねこれでナンバー5が見れるんだすごいや宿主僕を自力で駆除するなんて他の誰にもできなかったことだよなんかごめん悲しいこれ ね、僕僕はとっても楽しかったたくさん優しくしてくれてありがとうまぁ6日間ぐらいずっとビール飲んでたけどね他何も食わずに僕の最後の宿主が宿主でよかった本当だよう宿主大助大助大レ,レ,レ <laughs> あれじゃないよなあーいなくなってる おい、2229号 <laughs>。お前、なんだ、お前、間違いすぎんだろ。ハローじゃねえんだよ。バイタル正常範囲内。おめでとうございます、4134号。寄生生物は完全に駆除されました。あなたはザイダーの研究史に残る異業を成し遂げたのですよ。あなたは本当に素晴らしい実験体です。あなたには、えぇ、ー、あなたには褒美として、1、10、1 0 1000 100万、100万実験ポイントを差し上げましょう。 さらに、に実験動物オブザイヤ推奨します自称はほぼ間違いありませんなんという栄誉でしょうかおやあまり嬉しそうではありませんねいや誰も嬉しがらないと思うこれはこんなにも素晴らしい成果をあげたのです誇ってよいのですよだって俺どこまでも実験体なんでしょとはいえ疲れたでしょうしばしの休養を許可しますおいその休養が終わったらまた俺実験体かよ自由になれるのでははい何を勘違いしてるのですか これは一つの実験の終わりであり、新しい実験の始まりです。クソがあなたは死ぬまでその命をすべて余すところなく財団のために使えるのです。これ以上の栄光はありませんね。おやなんだか具合が悪そうです。精神的なショックが原因と推測されます。おめえがそんなこと言うからだろうが。せっかく生き残ったのに、これでは、た、です。なぜ？えデモキシルトルフィンを投与します。うわぁ俺をどこまでも生かす気かお前は。 さあ4134号ゆっくりと眠るのです次に目覚めた時はさらに生還困難な実験がなとを待っていますよおやすみなさい実験動物の一生つら<辛>っ <laughs> 絶望でも2129号お疲れ様僕の駆除おめでとういやあんま一番うれしくないかもしれないこのエンディング 頑張りましたね。寄生生物を可愛がりつつ、きっちり駆除していく。4134号。なかなか恐ろしい人間です。いや、お前らの方が恐ろしいぞ。あと6個のエンディングが残ってるよ。あー。あじゃあもう一つ見たいな。頑張ってコンプリートしてね、宿るし。なんかね、あの、ヒントを見る限りだと、エンディング一が一番見るの難しいのかな、多分。えーと、じゃあもう一回、いや、待ってよ。やり直す前にもう一回やり直そう。このお金がいっぱいある状態もいいし。 今の状態でなんか他にも見れるエンディングがあるかもしれないから、もっかいこの状態でやろう。あ、ラブ度が低いパターンもあるんだ。ナンバー6って。ああ、じゃあこれも見よう。なんか今回めちゃくちゃエンディング見れそう、俺。とりあえず免疫力大事なことも分かったし、一旦全部上がるけどカレーライスを食おう。カレーライス食って免疫力を上げつつ、最終的にちょっとあるもので、あの、ラブとか全部下がるやつがあるから、それを摂取しよう。とりあえずカレー食いたいね。カレー食って、パラとかどんな反応するかだ。 ああ、もう中から始まる時点で俺はもう分かったぞ。もう4文字だろ。なま、ええー、だろ。な、な、な。ナマステだろうな、分かってた。もう絶対言うと思った、ナマステって。ナマステって何自分で言ったのに急にお腹の底から出てきたよ。<laughs> お腹の底から、ナマステっていう単語が出てくるのカレー食ったら。それは財団でも調査中の、カレーを食べるとナマステと叫びたくなる現象ですね。なんだそれ。 原因には、複数の仮説がありますが、最も有力なものは、スパイスの鮮烈な味と香りが人間の記憶領域を刺激することにより生々しい記憶が。あ、じゃなに俺が何カレーを食った思い出があるから、パラコに何か映ったってこと生々しい。生。生。生ませおめモもか落ちくまで。な <laughs>、なんだこれな、な、生ませ ナマステ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 して生しなんだこれ生して生して意味わかんねマステナマステちょっと貯めてからの。生してしょうもねえコメント。 カレーとは本当に素晴らしいものですね。うん。僕の地元友達だよね。カレーの前はみんなが平等。そこに障害なんてないんだから。その通り。私たちはもう友達。カレー友です。お前食ったことねえだろ、カレー。おっちくん。という夢を見たのさ。なんだこれ。あ、そうですか。<laughs> 結局仲良くなんねえのかよ。<laughs> い,いや、もう仲良くなって。 いやもう、多分普通に素で仲いいだろうな、お前らは。えー、まあこの後に絶望的なメガネのペイント。なんじゃこりゃ。んー、なんか、ゴミついたみたいになってるよ。ああ、発作か。この免疫力が大事なことはもう特に分かったね。まず延長できるから、延長はしよう。で、お金はね、いっぱいあるから、まあ、別にお金稼がなくてもいいかなと。え、この状態でね、俺がやることはこれなんだよ。タバコ。これ全部下がるんだよね。 で全部下がって、この全部下げちゃうと、この成長度がゼロになった時点でダメだから、ラブを下げつつ成長度を上げて、最終的にまた成長度を下げれば、あの、円ナンバー6を見れると思うんだよね。見よう。1500円とからタバコ高えな、おい。なやこれ。なあ、タバコなんて用意してんのでも、ラブ度を下げるのが難しいんだよなめっちゃタバコ。う、えー、め。それになんだか気持ち悪い感じがするよ。う受動きつい。 地球品でタバコを選んだ被験体は初めてです誰も死を、えー、眼前にすると不健康な行いを控えるものですからねなるほど微弱ですが寄生生物に悪影響があるようです貴重なデータが取れましたうんそりゃ僕に負け影響はあるけど宿主だって確実に寿命が縮んでるよどうして煙なんて吸い込むのさタバコははるかな古代から受け継がれる嗜好品です楽しいから吸うのでも健康に悪いんでしょ命と引き換えにしてでも吸いたいもの タバコにはニコチンが含まれますが、これには高い依存,依存性があり、簡単にはやめることはできません。悪い薬みたいなものじゃん。やめた方がいいよ。いいこと一つもないよ。ほら、主人公言われてるぞ。しかし、寄生生物を駆除するには有効と考えられます。あ、そっか。じゃあ、やめない方がいいのか。やめる、やめない。これ、やめないにしないと、あ、でもラブ、あ、そっか。やめるにしちゃったらラブ度が上がるんだよね、やめない。上がるんかい。上がるんかい。<laughs> うー、そっか。そうだね。 僕を駆除するにはきっと効果的だもんね。これで上がるのおい、パラコマンもなかなかなド M だ。でもその、健康に気をつけて、ほどほどに捨てね。あなたを駆除しなければ4,134、45は確実に死ぬので、積極的に喫煙する方が健康には良いかもしれません。よくはねえだろ、うん。そっか。じゃあもう吸うといいよ。吸いまくるといいよ。あ、すねた。タバコを吸うだけで寄生生物を駆除できたら素晴らしい発見です。ぜひ検証お願いします。えでもさ、俺ナンバー 4?4? ?5? のエンディング見てからさ、こいつのセリフ聞くとさ、もうなんか逃げ道ないからさ、結局。いやいや、でも煙のはちょっと嫌だな。え、えなんだこれ、うん、あ、あ、せい成長の下がっちゃったや。やめろ、やめろ、やめろ。おい、エンディング終わるって。エンディングなっちゃうって。酒、タバコ、酒。通は不健康みたいなやつだもんね。非生,生物に軽度の依存症を確認しました。ねえ、宿主。お酒。 お酒飲むよ <laughs>。お前、アルチになってないご存知でしたかアルコールは依存性の極めて高い薬物の仲間なのです。なので飲み方を誤るとこのように依存症になってしまう可能性、場倍があります。既成生,生物がそうなるとは予想外でしたが。卵、バコ、タバ <laughs> えー、タバコの依存症はニコチンの摂取が原因です。ニコチンの依存症を治すのは非常に難しいので、やはり健康のためには喫煙は控えるべきでしょう。とはいえ、タバコがもたらすリラックス効果や脳の活性化効果は無視しきれぬ部分もあり。あ,あ、治った。いや、治るものなの。えなんか治ったよ。お酒のタバコをほどほどにしてね、宿主。生成物は依存症にならないと。貴重なデータが取れました。あなたは人間なので引き続き健康に留意してください。4134号。あ、やった。 やっべこ,これ大丈夫かな俺免疫力でもうなんだかんだ俺 10, 10ぐらい悪くね10ぐらい悪いよねてか一番気になるのは成長度がゼロになってないかどうかなんだよそれが一番心配それ言やってしまうとエンディングがもう来ちゃうからまずいんだよ8位でいやいやい終わって終わって絶対終わってこれ絶対終わる絶対終わるいやいけるかいけるかカレーライスナイス免疫力ブーストナイスナイスナイスよよしよしダメな方もあるのうっそやうそや 俺さ、指が疲れてきたよ。いや、大丈夫だ。いけるいけるいける。6、5、あー、4、3、3、2、2、1、1、00。いけるいけるいける,いける。よかったよかった。名義力10ぐらいあればでも案外いけるな。10以下なるとやっべえな。そんな僕が可愛いだなんて言ってねえよ。お前、それ前も言ったよな。笑顔だろそれが見れただけで俺は幸せ。いや、これ難しいな。え ?25 も下がってんだけど。あー あれこれ摂取しちゃえばさ、めっちゃ早くないこれ摂取してさ、スキップしていいですかえー、ハッキングされていた何もないよ。そうですか、何か、いや、今、いや、気のせいですね。究極の信頼性を誇る統合人体実験管理デバイスらはある私に問題が発生するなとありえないことでした。ご本、実験を続けましょう。おー、気づいてる感があるもんな。 待て、俺もうこれエンド6見れるかも一応最初からやり出してんだけどこれでマイナス20になるんでしょメーカーベあき来たこれ多分一番最悪じゃないラブ度も高くないし、えー、何もしてこなかったエンドだよねこれ何ということでしょう既成成術が弱ってます4134号の生命力の勝利ですうーんカス <laughs> ラブドカスラブドチンかすよかったね宿主、僕はもうダメあなたの勝ちだよ 僕は僕はどうして生まれてきたんだろう誰も傷つけたくないのにたくさん殺して誰にも好かれず愛想を振りまいてやめてそういうこと言われたら俺はすごい今悲しいんだよでも殺したくねえ俺だって苦しい寂しいよ僕は僕は誰か一人でいいから僕を愛してくれたらうわごめんな次は絶対ちゃんと愛すから。 バイタル正常範囲内おめでとうございます4134号寄生生物は完全に駆除されました友好的に振る舞っていた寄生生物に一切の同情を向けることなく淡々と自分の生存をやめてそういうエンドを見るしかないねん俺は今回は素晴らしいですコナの実験における行動を評価しあなたはレベル D 研究助手に昇格とりますおめでたいえこれからは実験体ではなく実験体を管理する側として財団に貢献するのですよあーじゃあまあ人間実験体じゃない ま、あ、いいエンディングっちゃそうなのかな。規制値を愛さない人間からすればいい方のエンディングなんだね。いつでも冷静なあなたなら、きっとこの大役も、えー、立派にこなせることでしょう。まずは24時間の休息を許可します。その後は、この実験体の管理があなたの仕事となります。あ !2229 号彼は被験体2129号。非常に賢く、非協力的で厄介な人間です。しかしあなたなら、うまくやれることでしょう。裏切ることになるのか。ま、あ、元から協力はしてないけど。 これは私からのサービスです。元気になる薬を投与して差し上げましょう。それでは研究員、えー、4134号、余裕名を。研究員になっても4134号、4134号、4号、になるんだね。おやすみなさい。自分、自分、自分が一番。おおー。一番助かったエンディングなのかな。お疲れ様。僕のくじおめでとう。ごめんてもう少し可愛がってくれてもいいんじゃないが、ごめんて 徹に生きうわーあやっと半分か。さあさあさあ、ここからは別日収録なんですけど、まず、今回の動画でこのガスマスクの人の頼み事を全部やったエンディングを一つ見たい。だから動画時間がどんだけ長くなってんのかわからないけど、今回一つだけは見たい俺は。今回すごい頑張ってる気がする。で、あの、所持金が68,950円なんですけど、はい、多いですよね。あのそののそ別日収録の前にとって たただだずっと無言で単純作業試験ってた単純作業ってなんだよ単純作業試験ってなんだ単純作業試験だね。単純作業試験を俺負けず嫌いだからずっとやってて、一回もミスらないでやってたっていう、ま、この、どうでもいいんだよ。とりあえず餃子を置おうこれが完全栄養食品なんだよね。これを摂取するとまたイベントが増えると。とりあえずパパパパパパパってやってこう。のの支給生成を ふん。<laughs> ああ来たで餃子これ何回やればいいんだろうこの何回やるかによって今回の動画時間がとんでもなく長くなっていく気がするあーあー聞こえるかまだ生きてるようだな会えて嬉しいぜ我が友よいつからお前と友達になったんだよさて今回もまずはプレゼントだ受け取ってくれえーなんだこれこれしかも落とすこともできんだよねまあまあ受け取ろうオッケー o、まあ、オッケー ハッキングレベル 1? ならこれ。それは俺が開発したハッキング装置。ハッキークラッキー4号だ。ははん。名前、お前が付けたの可愛いねなんか名前。ハッキークラッキーだって。<laughs> 2129号お前。マスク取ったらめっちゃ可愛い顔してそう。おい、あんまりむやみに連打するなよ。そいつは怒るぞ。え、意識持ってんの言うまでもないが、世界に一つしかないから絶対になくすね。うおほ,ほほほほほ。 そんなもの俺にくれんのハキクラ4号であれば、ハキクラ4号があれば、うん、まずハキクラ4号って約束もね、ここのシステムに干渉することができる。まあまだ大したことはできん。パワーアップが必要だ。脱出にはハキクラ4号が必要になる。大事に持っていてくれ。いいな。はい。ハキクラ4号はハッキングできそうなタイミングでお知らせしてくれる。機能がある。お前さんが見逃さなければ、きっといいことがあると思うぜ。今回はこんなところか。次はそう。 黒い飲飲み物を飲んでくれあ,あ？何せ先が見通せない脱出計画だからないいか黒い飲み物だぞではまたなそのセリフを言い終わってから下に下がってくんないなの前去りながら言うんでこの会話を聞いてパラコはどんな気持ちなんこの笑顔たまに怖いんだよなえーっとまずなんだこれ寄生虫が中にいますペイント <laughs> 俺いろんなペイント見てきたけどどれもこれも全部ダサいんだよな <laughs> えー、黒いのみコーヒーかコーヒーかコーヒーこれブラックコーヒーなのかな俺コーヒー飲まないからな駒野賞に支給品の生成を返しますあのー、俺6万なんぼとか稼いでも引き継ぎ1万までしかできないから全く意味ないっていうねもう金なんかどうでもいいとりあえず俺は単純作業試験を極めようと思ってずっとやってた多分ね1時間ぐらいやってた気するはー なんだか頭がすっきりしてきたよ。そうなの俺コーヒー飲んでもうそんなカフェインとかのせいで眠気冷めたりしないけどね。なるほど。宿主のカフェイン摂取は寄生生物にも一定の効果があるようですね。実に興味深い。今ならどんな難しい問題でも解ける気がする。では試してみましょう。1たす1は <laughs> ?2! あ、かわいい。クソほどバカにしてんのかと思った。<laughs> いいですね。9る9は ?81! おぉ、素晴らしい。では、うん、ちょっと待って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 、俺が読めねえ。全力で俺が読めねえ。は <laughs> 難しいですかでは、文章問題にしてみましょうか。人類と接触する可能性のある地球外生命の数を推察する、あ推測する方程式を作ってください。え、うん、わかんない。 お前よくいる頭が自,自分の頭がいいと思ってるから相手にすごい難しい問題出して相手が答えられないからって自分がマウントを取っていくっていうそういうなんか性格になるやつのやつはいむそれほど数学的能力の向上は確認できませんね8歳児程度と推測されます9歳以降の能力を確認する問題あった財団の予想によると既成生,生物が完全に成長すればスーパーコンピューターを凌駕するほどの高い知能を獲得できますスーパーコンピューター 何それすごいすごいね、宿主。すごい。<laughs> うん。感情ないんか。すごい、そんな能力をやらないすごいでいいじゃん。だよね。ええ。早く8歳児からスーパーコンピューターに成長できるように頑張ってください。うるさいなあ僕がスーパーコンピューター並みになったらきっとウォッチ君なんて一ロだよ。スーパーコンピューター、スーパーコンピューター程度の能力で達成は不可能です。お前ら毎回口喧嘩してね。俺、なんか、 俺だけなんか空気みたいになってない私を含む実験チャンバー内の環境は、財団のスーパーコンピューターを使用し、あらゆる手段を用いた脱走シミュレーター、シミュレーションを実施始めです。うーん。今時スーパーコンピューターなど、珍しくもありません。我々が目指すのは、さらなる高み、価格、ひいては人類の最高到達点なのです。よくわかんないな、もう。あなたには最高の結果を期待していますよ。4134号。おっ 来たしっかり食べよう、朝ごはん。朝ごはんにコーヒーか。まあ、俺がまだまだガキってことなのかな。おはよう、宿主。特に朝ではありませんが。あれ朝じゃないのすごい朝な感じがする。少なくとも宿主の体内は朝だよ。いや、しっかり夜だよ。今俺。眠いもん。体内は朝。コーヒーとハムエッグが不健康な宿主の細胞を目覚めさせるんだ。朝ごはんは重要です。 一日を活動的に過ごすには朝食をしっかりと摂取することが肝心と言われていますでも朝じゃないんだよね朝ではないですねああまず俺朝起きてねえから最近朝までずっと動画編集してっからだから朝ごはんが夜ごはんみたいなもんなんだよ今俺超不健康な生活してるから今私の推測え予測によればまもなく発作が発生しますうーんと次こえ待って今思えばさ これ黒い飲み物。コーヒーじゃないんえあと、えもしかしてこっちコーラかよ <laughs> コーヒーもコーラも <laughs>、見た目同じやろ <laughs>。これ絶対間違えた人いるって <laughs>。まず発作を止めよう。もう課金システムで。もう、まあいいや。とりあえずコーヒーのイベントを見れたから。 これ、こういうことをしてると動画時間なんか長くなってくんだよ。とりあえずコーラ飲もう。あ、来た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 。コマンド承認。支給品の生成を、えー、ええええ。ふん <laughs>。おっけおっけ、来た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 。これ何回やればいいんだろうなぁ。ハロー、マイフレンド。いや、いつから友達になったんだよ。あー、聞こえてるか。生きていてくれて嬉しいぜ。親友。いつから親友になったまだお前と会話すんの、これ3回目よ。3回目で親友って。 俺じゃもう周りの全員親友よ。こちらの準備はまあまあ順調だ。ただお前さんが死ぬんじゃないかといつもハラハラしてるよ。お前どこにいんだよていうか。何ガスマスクしてんの実はお前さんは脱出の要なんだ。お互いのために頑張って生き延びてくれよな。ハキクラ4号はまだ持ってるよな。よしよし、いいぞ。今回はハキクラ4号のオプションパーツを用意した。受け取ってくれ。うん、え、また一回も使ってるのにオプションパーツって。いらな。うん、見た目だけかっこいいんだよな。 え、何しよう何,何しよう、えー、そこかよ。<laughs> お前は危なかったぞ。変なとこ刺してたぞ。なんかピストルみたいなって言ってないなんか、え何これよだれ何それよし、いいぞ。これでハキクラ4号の性能が大幅にアップした。ハキクラ4号プラスの完成だ。とはいえ脱出にはもう少し性能向上が必要だ。お前さんは気づいてないかもしれないが、この施設には脱走者を一瞬で ひき肉に変えるようなヤバいロボットが大量に配備されてる。てかさ、この2129個めちゃくちゃすごい人なんじゃないハッキングの装置も作るしさ、たぶん外にいいんだよね。もちろんその部屋にもな、今は隠れてるが。だからより強力なハッキングシステムが必要なんだ。ひき肉にはなりたくないだろう。まあでも食べられるなら本望ですね。あのー、うん、パラコ。へぇ <laughs> 驚いた。喋れるのか、それは。 お前の場合喋れなかったのあの、質問してもいいかなああ。だが時間がない。手短に頼む。このまま脱出しても、宿主は僕に殺されちゃうよ。だから、その、帰省中君、それについてはもちろんわかってるさ。対策も準備中だ。対策それってつまり、悪いが時間切れだ。次はそう、挟んでるものを選んでくれ。サンドイッチ挟んでいるものだぞ。いいな。 俺も挟まれたいぜ。ははははは、急に下ネタ言ってんじゃねえよ。はははは。バカだな、お前 <laughs>。では、まだな。何が挟まれたいで。ははは。あいつ、なんだ <laughs> 急になんだ、あいつ <laughs>。急に下ネタ言ったぞ。ああ。もうすぐ、北斎起きそう。宿主、準備は大丈夫。<laughs> うーんー、まあまあまあ、めちゃくちゃ大丈夫だよ。免疫力めちゃくちゃ高いし。えーと、挟まってるもの。 サンドイッチしかないじゃん。うーん、でもさ、このハッキングしたことによって、結局この餃子とかのイベントが見れてないから、まあ、これは後々見ようかな。ちょっと一回タップしたハックやってみるか。あ、行かないね。これはなんかその、来たるべき時に使うのかな。じゃ、サンドイッチだね。サンドイッチ。いや、これのイベント見たいな、でも。コマド初任支給品の上、やらやれえでもうそろそろ驚くなよ。パラコ、パラコそろそろ気づけ。 なれ来たあーあー聞こえるかまた会えてと嬉しいぜ心の友よ、うん、だんだんジャイアンに近づいてきてねまずはハキクラ4号の追加パーツだ受け取ってくれおおだんだん追加パーツが増えてくけどもまだ一度も使ったことがないっていうねまたつけるのに悩むんじゃないあ今回一発いったなんかかっこよくなったねおおよしこれでハキクラ4号スペシャルの完成だ これ、これで完成品じゃないの今まで1個目とか使えるのあれ。あともう1回改造すれば脱出には十分だろう。とはいえ、お前さんが死んでしまったら台無しだ。しっかり生き延びてくれよ。頼むぞ。ねえ。ん寄生虫君か。前にも言ったけど、脱出しても宿主は問題ない。時間はかかったが、完全な苦中薬の目星はついている。残念だが、いずれにせよ君はその、危険だ。生かしておくことはできない。 悪いな。結局、ここもダメなのか。うんうん。それは分かってるよ。宿主をよろしくね。意外だな。てっきり計画の邪魔をしてくるのかと思ったぜ。そっか。そうだね。そうしようかな。や,ちょっとやめて。顔こえーよ。<laughs> とにかく時間切れだ。次は熱々なものを選んでくれ。やりすぎるおでんかお前ってか答え言えや。 次でハキクライ4号は完成するからな。熱々なものだぞ。ではまたな、なんか真剣な会話なのかふざけてるのかよくわかんないの、これ。あー、来たな。でも大丈夫。どうせこれ、生き残れっから俺。なあ、これカットしよう。えー、熱々ラーメンもあるんだよな。でもおでんか。えー、でも、すするうもあるよね。多分。すするうじゃないのまあ、おでんだよな。代表的な熱々な食べ物って言えば。おでんか。コマンド、あ、来た来た来た。そうだね。コマンド承認支給費のせいせ もう多分演技だよねそのビックリマークはこれで最後かこれでエンディングが見れるってことだよねでなんかあのエンディング分岐を見たんだけどなんか最後の最後に落とすって書いてたよねナンバー7がであとは拾ったりする方でまた変わったりするみたいな感じなんだけどまぁ、あ、一回落としてみよっかああヒコルカ生きててくれて嬉しいぞよしよしこ,こ,ここともここともこことも親友親友なのかここともなのかどっちなんだろう心ともかな よし、ハキクラ4号の追加パーツはこれで最後だ。受け取ってくれ。えこれはまだなのかなこれまず受け取ってみよう。一応、もうセーブデータは、あのー、複製しといたから。お、ハッキングレベル4。やった。これぞまさに、ハキクラ4号スーパーの完成だ。おお、すっげ。めでて、ワっショイ、スーパー <laughs> あのさ、このゲームの、 登場人物登場人物って言えばいいのかな全員たまにテンションいかれないあっ <laughs> すまんちょっと興奮した何せここまで随分と苦労したからなこれで脱出の邪魔になるシステムはほぼ無効化できる完全なく注意薬も手に入れられそうだいいか心の準備ができたら世界で最も刺激的な食べ物を選んでくれなんだそれそれを脱出開始の合図とするってことはやっぱりまだ最後のあれじゃないのかなあ何も言わんパラコー一番 どういう感情してんのがわかんないからな。えー、っと、まず、見てみよう。あ、ヒャ,シャっちゃャゃ来た。あ、やべこれ危ない。これ、がっちゃんだよな。刺激的な食べ物ってなんだミス違う。あ、これはピザか、これ。刺激的ってなんだえー、これカレーかな刺激的なやつって言えば。多分、カレー、じゃないカレーだよね。一回摂取しよう。 あ、合ってるコマンド承認支給費の制裁ララララララもう最近ウォッチ君バグりすぎじゃねそろそろ気づけああ、これで最後かなどれで最後なんだ最後の最後に落とすっていうヒントがあるからでもどれが最後かわかんねえ。ああ聞こえるか、友よあー友なっちゃったいよいよ計画実行の時だ俺にこんな怪しい人間に協力してくれたこと本当に感謝してるいやいや、こちらこそ さて祭りを始める前に、まずは口中薬だ。これは副作用のない完全な口中薬だそうだ。財団の奴ら、やはり隠していたのさ。え財団から手に入れたのこいつを手に入れるのは骨頃たぜ。絶対に落とすねよ。前振りじゃないぞ <laughs>。これだ <laughs>。これだ <laughs>、<だ>絶対 <laughs>。あのー、あまり時間はないぞ、寄生虫君。だが俺はそこまで野暮じゃない。ほんの少しの間、席を外すぜ。ありがとう。 ごめんな、パラコ。宿主、僕のことは気にしなくていいから、今日まで楽しかったよ。<laughs> 僕の最後の宿主が、宿主でよかった。本当だよ。<laughs> えっと、それじゃあ、頑張って生き延びてね。少し時間をやるってあいつ、10秒ぐらいしか下にいなかったよ。僕の分まで。<laughs> はぁ、あ。ありがとうよ、パラコ。ああ 2,229 <laughs> <laughs> すげえクソみたいな演技 <laughs> 宿主何をああ終わったかなんだどうなってるまさか薬品を捨てちまったのかおいお前さんどういうつもりなんだその寄生虫と一緒に死ぬつもりなのかそうだよ宿主これじゃあ脱出できても宿主は宿主は僕に殺されちゃうまあいい もう時間切れだ。とにかく始めるぞ。ああ。こ,これは、複数の異常を検知しました。まさか4134号を脱走するつもりですか残念ですが、仕方ありません。規定に、えー、のとり、あなたを終了します。被検体脱走防止プロトコル開始。どどどどどうしよう宿主が振りかけにされたいよ。例え、振りかけすっごい振りかけもんな。なえてりたま落ち着け、虫く君。こんな時は押すだけ簡単。 ハキクラ4号スーパーの出番だあ,あ、そういえば1回も使ってねハッキング、タップシャッキング、はいご安心ください、寄生生物は今後の実験のため丁寧に4134号から分離されます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 こ、これはフジコ <laughs> フジコ <laughs> フジコウ <laughs> ォ<フジコ笑>ッチくん <laughs> よし、時は無力化したな、ええ、俺ウォッチくんも別に嫌いじゃないのに、むしろ好きなのに やはり俺のハキから4号スーパー完璧だみんなで脱出しできないのかなこれオッチくんさよならあいつの最後の一言フジコ油断するなよどんどん来るぞ気をつけろえに何何これはいいいのかこれでえすっごいこれなに早く怖かったすごいや宿田主わからめてんじゃねえほれるなよほれに <laughs> 何を言ってるすごいのはハキから4号スーパーだぞ そっか、すごいやハキクラ4号 <laughs> うんうんいいよ別に寄生虫くんハキクラ4号スーパーだわかるなうんハキクラ4号スーパーだね早く出ろ出し早くうむ満足、うん、いらねえんだよまだまだ来るぞ気をつけろこれどんどんタップシャッキングしていけばいいんでしょはいあらくらくいやすごこれこれで商売しておいていいぞまだ来るの 待たたせな。システムは完全に掌握したさあ脱出口を開くぞ準備はいいか脱出口どこおおそこ階段になってんだあ外だああ外に行けるでも多分これ最終的にはパラコに食われるっていうエンディングじゃない多分俺薬を捨てたからだよね <laughs> ペイントだっすぜ外だすごいね宿主外だよ屋外だよおうよよ友よお前さんせっかく生き延びたのにそれじゃあいやお前さんが決めたことだ俺から言うことは何もないぜじゃあな友と共に帰省する主さんよお前さんたちの残りの時間が幸せであることを祈ってるぜはあ さよならガスマスクの人ねえ宿主外の世界って広いんだねなんだろう知らない匂いがする僕たち本当に外に出られたんだねすごいや宿主どうして僕を駆除しなかったのさせっかく知らな,なくて住むところだったのにせっかくの薬を落としちゃうなんてさバカだよ宿主は本当にバカバカバカ 可愛い,い外の世界って、本当に広いんだね。どこまでも地面が続いてるし、壁もない。どこまでだって行けそうだよ。最後に宿主と一緒に外に出られて、すごく嬉しい。宿主、ありがとう。大好きだよ。わああ <laughs> 結局死んでしまうエンディングなんだな。 おやすみなさい。ああ、7だ。君とどこまでも。うん。うーん、なんか。あーお疲れ様。そして宿主、僕のこと好きすぎーいや、正直結構、もう愛着湧いてるよね。薬品落とすことなく、あ、落とすことによく気がつきました。素晴らしい。次は誰も死なないエンディングだといいな。あと4個か。 ああ、もう4個しかないのか。頑張ってコンプリートしてね、宿だ主。ああ、じゃあこれ次はもう、全部見れるのかななんかね、あのー、一応全部のヒントは見てみたんですけど、割と難しそうなんだよね。1と10が。1と10めちゃくちゃ面白そうなんだよね、でも。とりあえずそれは直にしよう。今回動画時間どうなってるのかわかんないから、とりあえずもう終わろう。みなさん、あの、うん、あの、<laughs> さ、さい